けど、光る獣医の夜の診察、なぜかそんなネーミングでやらされておりますが、始めていきたいと思います。といってもですね、今日プールにオットセイとアザラシまだいますけど、この子たちは何もしません。ただ泳いでてもらいます。ポップ、はい、無視ですね、はい、ということでですね、夜の診察といってもなんかネーミングいやらしいんで、特に動物を使って、診察したりとかそういうのは一切ありません。なんで、まあとりあえず私たち動物園の飼育係もやってますけど、本業は獣医さんです。なのでその獣医さんとしてのお話を少しさせていただければいいなと思って、ちょっとだけお時間もらってやりたいと思います。すごい恥ずかしいんですけど。ということでですね、私は皆さんの前で、5月のキリンガイドからやっておりますが、改めて自己紹介します。東武動物公園で獣医を、今8年目です。8年やっております山上と申します。よろしくお願いします。はい、で私は今同じく3年目ですね、小沢と言います。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。ありがとうございます。今年の4月から獣医として入りました、木戸美久と申します。よろしくお願いします。ということでですね、私たち3人で今ここ東武動物公園の、まあ、動物たちの、まあ、診察治療から、あとは健康管理、病気にさせないためのいろんな餌の改善から、何やらもうね、動物これとこれをペアにして繁殖させたりとか、もう日本のこの動物のことまでもういろ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 山ほど仕事やってるんですけれども、まあ獣医さん本当はですね、動物園でこんな風に喋る立場ではございません。ですが、まあ東武動物公園のいいところとして、私たち獣医なんと飼育係も兼業させていただいております。なので私は皆さんご存知の通りキリンウォーさんと面倒見てますし、小沢くんは後ろ側にあるリスザルの楽園のリスザルとカピバラとペリカンとサイチョウとサイチョウたちをやってます。はい、そしてはい、私はきなこの犬ワンちゃんとアルパカとゾウガメを担当しています。はい、ということでですね、飼育係やりながら獣医さんもやってみたいな感じでやってるんで、まあこういう風に表立ってやっていたり、もちろんパレードにも参加します。なぜ光ってるかはちゃんと理由があります。ほら、本当はこんな光ってる人たちパレードにいてもいなくてもどっちでもいいんですよ。メインは一緒に歩いている動物たちですからね。で、動物たちに何かあった時にパレードをこそっと抜けられるように私たちは常に光って動物を持たずにすぐにどっか行けるようなスタイルでやってるので、パレード仕切ってる板倉さんがですね、私たちを光らせてくれたわけです。ということで、まあそんな光るあれもいいんで、まあ今回ともう一回この獣医ナイトありますんで、まあどんなことを皆さんは知りたくて、どんなことを私たちは喋ったらいいのかちょっと悩んだんですが、まあどうしてこの獣医という仕事を選んだのかっていうところとか、あとはこう実際にこの東武動物公園で働いてて、どんなことがあったり、辛いこと、悲しいこと、嬉しいことみたいな、たくさんいろいろ経験してますんで、まあ、そういったのを少しお話できればなと思っています。
はい、ということでですね、私は特に今回は別に自分のことはあんま喋りたくないんで、いいんで、まあ若い2人にですね、まあどんな風にこういう仕事、この獣医という仕事を選んだのか少し聞いていきたいなと思っています。はい、じゃあですね、まず獣医さんにこうね、ちっちゃい頃から目指してたのかどうか分かりませんが、小沢くんから志望動機を、はい、いつであの面接を思い出しますが、ちゃんと喋るとき光ってますか、これ光ってますか。あ、光ってる光ってる、大丈夫。ですね、大半の獣医になる方はですね、ちっちゃい頃から獣医を目指して頑張って動物大好きでって人が多いんですが、私はですね、正直申しますと、獣医にちっちゃい頃からなりたかったわけじゃなくてですね、いろいろ話せば長くなるので、簡潔に言いますと、たまたま今いますここに簡単、はい、簡潔。まあ本当にですね、高校時代も特別現役の時は受けず、で一回勉強し直して浪人をして、でその時にですね、担任の先生が動物好き、動物は好きだったんで動物好きということで意気投合しまして、せっかくだし受けてみればということで獣医学科を受けることになりまして、でうまいことをできまして、で僕実家がここら辺なんですよ、生まれも育ちも埼玉で、で学生の時に実習があるんですよね、課外実習みたいな形で自分で行きたいとこを選んで実習してきて単位を取りましょうっていうのがありまして、でそれで家が近い、ちっちゃい頃来てたっていうのもあったんで、東武動物公園にですね実習に来まして、でそこで運命の先生と出会いまして、はい、私です山上先生と出会いまして、で運命の虎とも出会いまして、スカイですね、はい、はい、スカイです、出会いまして、でそういうことがたまたまいろいろ重なりまして、私は今ここにいる形になっております。そんな感じですね。おなんでか、はい、じゃあそれを、はい、それを超えるような話をお願いしますいや、私が今この動物園で働いているということと獣医師になったきっかけっていうのが、まあ、同じでして、さっき言っていたように、その小沢さんが言っていた大半の人になるんですけれど、私はちっちゃい頃からも動物園に来るのがすごい好きで、まあ、父親が動物園の獣医をしていた関係がありまして、こう獣医の関係でずっと動物園に、休みの日は動物園に行くっていうのがずっと日課になってまして、ちっちゃい頃からも動物園で働きたい働きたいと思って、もう獣医さんになろうと思ってちっちゃい頃から勉強をしていました、まあ、そんなに頭は良くなかったんですけれど、今こうやって頑張ってここに来れたことになっております。で、東武動物公園で働くっていうことなんですけど、これもちょっと簡潔に言ってしまうと、たまたまここに今います。まあ動物園で働くっていうことが私にとってすごい夢だったので、もう大学、一応出身は大阪で、大学は北海道の方の大学に行っていました。で全国いろいろこう募集がかかるんですけれど、動物園の獣医さんって募集がなかなかかからないのが、動物園の獣医さんなんですけれど、その時にもう運よくというか縁あって、東武動物公園さんがこう募集をかけていたので、その募集に応募して今ここにいますっていうのが私のこの獣医になるきっかけです。 ありがとうございます。これ膨らませないんですけど大丈夫ですか、まあ、まあそうですね、みんな大体同級生とかもちっちゃい頃から動物好きで獣医さん目指してたっていう子が大半ですね。であとは本当に木戸さんみたいに親がパパが獣医さんっていうのが結構多いですね。なんでみんな大体ご自分のね、ご実家の病院に継がれるんですけど、なぜか
木戸さんはここにいますね。じゃあですね、まあちょっとまあ小沢くんが3年目で木戸さんまだここ入社して半年なんですけど、何印象に残ってるなんかあれば、まあ、獣医さんとしてなんかあればお聞かせください。そうですね、僕はその学生の時に運命の先生と運命の虎と出会ったんですけど、その運命の虎をですね、1年目のと2年目の時にそのなんでこうなっちゃったかとか、どういう風に直したとかとかで、学会の方に行かせて発表させていただいて、まあ、注意ってそんなこともやってるんですけど、でそれももう1ヶ月以上ずっとパソコン夜な夜な一通り仕事があってからバチバチやって、で全国各地の獣医さんだったりとかが集まって、で2、300人ぐらいいる前でですね、こうやりながら出たのは、今までの人生の中で一番緊張してテンパってましたね。おお、学会発表。学会発表、はい、いっぱいしなきゃいけないですもんね。そうですね。なんで全然こういう皆さんがいる場でうちら全然余裕で喋れますよね。はい、そういう経験いっぱいしてますからね。いいよ、面倒よ。何でしたっけ。なんかこう動物の面倒見ててこう印象残ってるようなことないの。なんか話それました。そういうね、一発目で僕が入社してすぐにちょうど赤ちゃん、虎の赤ちゃんがいる時で、虎の話ばかなんですけど、で僕が膝関節とかが大好きです。でその病気の子たちがいたの で入社して初日からもう赤ちゃんたち屈伸させたりとかしててリハビリとかをしてたのは、初日ながらにしてなんか獣医やってるなってすごい思いました。確かに。やってましたよね。思い出すだけで私は。どうぞ、ミクさんどうぞ。半年しか経ってないけど、なんかあれば。はい、まだ半年しか経ってないんで、ちょっと大した話がないかもしれないんですけれど、こう、あと動物の話をっていう話をちょっとされたんですけど、ちょっと今こう、あの人何持ってるんだろうって思う方いっぱいいるかと思いますが、正直こう、仕事をしてまして、これ一応、麻酔とかで使う吹き矢の棒なんですよ。これをこう口に挟んでフッて吹き矢をやって動物にこう注射だったりをするんですけれど、一応なんか見た方もいらっしゃるかもしれないんですけど、これの関係でテレビの撮影にこう来ていただいてこう撮っていただいたんですけれど、正直あれはとてもこう大学とかではなくて職場で初めてそういう経験だったんで、とっても印象強いですね。あ、こういうことも動物園で働いてたらするんだっていうのは。それは吹き矢じゃなくてそういう撮影の話。まあまあ両方ですね。ですね、はい、でまだ吹き矢は打ったことはないんですけれども、今後どうなるかわからないんですが、あとは動物関連だとやっぱり今は私にあそこにふれあいハウスとかふれあいの方の獣医を基本担当してまして、今モルモットを新しくこう赤ちゃんを産ましたいっていう風に考えてまして、繁殖させたんですけど、それがここ1週間ぐらい前に赤ちゃんが生まれまして、ありがとうございます。いやもうそれがすごい嬉しくて、もう超可愛い赤ちゃんが朝来たら生まれてたのがもう感動しました。すごい、ありがとうございます。まあそうですね、まあいろいろ、まあね、いろんな動物たちがいていろんなことが起きるので、まあ今後が楽しみですよね、どうしたってね。まあトラさんもですね、まあホワイトタイガーなんで、まあなかなかそういった病気と出くわすことも普通のトラに比べればちょっと多いのかなとは思ってますが、まあね、手術を大学の方に連れて行ってしてもらったりとか、あとはね、スカイ世代と、まあ、この前もう両方いなくなっちゃいましたけど、スピカ、アポロ世代と、まあ、両方ね、そういった膝の病気が出てしまったので、
まあ、スカイはまだいて展示もされてますけど、まあ、スカイも手術したし、アポロたち、アポロスピーカー、スピーカーですね、スピーカーも手術しましたね。なんでそのスカイの経験があったからこそ、こう小沢くんが1年目で入った時にですね、スピーカーたちが生まれてすぐにですね、もう生後1ヶ月でもう大学の先生に来てもらって、診察をしてもらって、でそこからですね、ちょっと怪しいぞということでリハビリを始めて、で虎ですから生後3ヶ月か4ヶ月ぐらいでですね、私たち傷だらけになってきたんですね。そうですね、抑えられなくなりましたね。そうですね。なんでもうそこでリハビリは終わってしまったんですが、まあそういったまあ他のね、ワンちゃんとか猫ちゃんだったら大人になってもずっとリハビリできますけど、やっぱ動物園の動物なんで私たち命危ないことがしょっちゅうありますんで、まあそういった部分でですね、ちょっとでき、本当はやってあげたいけどできないことっていうのもいっぱいあります。なんでまあそういった部分でね、直面すると、まあ、心が折れたりっていうこともね、これからあるかもしれませんけど、まあなんとなく私ももう8年やってますんでまあ意外とね、そういう心が折れたりもしつつもモルモットが生まれたとかいうね、そういった新しい命との出会いもですね、しょっちゅうありますんで、まあ、そういったので心のをガッポキッといったのをですね、なんとかこう骨折直すじゃないですけど、そんな感じでですね、なんとかモチベーションを持ちこたえながらこうやってるわけです。まあどうやってまとめよう。いやもういいかな。そう、寒いんですよ皆さん。皆さんのね、体調が私たち獣医なんて心配なんです。なんでね、もうさっき6時からずっとみんな外にいて、ちょっともうね大変だと思いますんで、まあグレープちゃんもね、本当に今回感謝祭ということで皆さんこんないっぱいの方にお集まりいただいて、まあグレープちゃんに関してはまあちょっと年齢的なもので、まあですね、ペンギンの、まあ、死因の、まあ、結構多いペンギンでよくある多いよく聞かれる、まあ、結果だったんですけれども、まあ本当にそのグレープちゃんがこう有名になってなる前からですね、もうグレープちゃんには本当に手を焼かせていただきました。本当にもうですね、やっぱりあそこに立つことが多い子だったので、どうしても足に負担がかかっちゃうんですね。もうみんなみたいに泳いでくれてればよかったんですけど、もうあそこでずっと立ってることが多かったんで、どんどん足がね痛くなっちゃったりとかですね、もうそれをもう直したり、一回こう麻酔かけてオペしちゃう時もありましたね。なんでそんな風なね、もうグレープちゃんとはもう入社当時からずっとなんかこう山田さんも含めてね、YMD とグレープちゃんにはすごいこうすごい勉強をね、はい、させていただきましたね。なんでね、まあ今回はね残念なことになっちゃいましたけど、本当に山田さんとか根本さんも含め私たち獣医もですね、グレープちゃんには本当にお世話になりましたんでね、本当に残念でしたね。ご冥福を。本当に俺もね、山田さんがね泣きそうになってたからね、泣きそうになれなかったけど、あの時俺も泣きそうでしたね。ああやばいですね、思い出しただけでちょっと今日メソキンなんで。そう、あメソキンなんで。もうね年齢で30オーバーしてるからね。そう、今ので僕の今日の仕事終わったの。まあね、そんな感じで、まあ、今回は一発目の獣医さんナイトですが、まあ、こんな感じで次回はですね、また違ったお話少しできればなと思ってますんで、まあ、こんな感じでいいですかね。大丈夫ですか。